国民党は、スペインの中道右派の政党。中道左派のスペイン社会労働党と二大政党を、形成する。日本の外務省では、民衆党との訳語を当てている。1976年に、マヌエル・フラガイ・リバルネラ7人のフランコ体制の、政治家を中心に結成された、国民同盟を前進とする。1975年に、フランコ総統が死去し、 フアンカルロス一世が即位して、スペインに君主制が復活した。国王は、全国民運動事務局長、アドルフォ・スワレスを首相に任命し、国王と首相の協力のもとに民主化が進んだ。国民同盟は、フランコ政権内にいたもののスワレス政府から外れた、保守政治家を集め、フラガを党首として結成されたものである。フラガも、 スペインの体制内改革を目指していたが、スワレスに改革の主導権を奪われ、国民同盟は保守層の支持を求めて極端に受け入れ化した。1977年6月15日に行われた第1回総選挙では、スワレスが率いる民主中道連合が第一党、社会労働党が第二党となり、国民同盟は惨敗した。 1979年の総選挙でも同様であった。しかし、1981年に、スアレスが首相を辞任するとより合い状態であった、ユーシードは内部分裂を起こし、1982年の総選挙で、フェリーペ・ゴンサーレスの社会労働党政権が誕生した。この選挙で、国民同盟は自戒した、ユーシードに代わって、保守票を集め、 第二党に躍進した。支持層を広げた国民同盟は中道右派に路線を変更し、1989年に国民党に改名して、フラガに代わって、ホセマリア・アスナールを党首に選んだ。1993年の総選挙で社会労働党に迫り、1996年の総選挙に勝利して、ゴンサーレス政権に代わって、アスナール政権が誕生した。 政権獲得後は高い経済成長率を達成し2000年の総選挙でも再選された。アスナール政権は国内ではテロ活動を行うバスク祖国と自由に対して強硬な態度を取り、また2003年に始まったイラク戦争ではいち早くブッシュ米政権に同調して対イラク武力行使に賛成し有志連合の一員として イラクにスペイン軍を派遣するなど外交的には新米姿勢を鮮明にした。2004年3月14日の総選挙では政権続投が確実視されていたが投票3日前にマドリード列車爆破テロ事件が発生した。イラク派兵に反対するイスラーム過激派による 犯行であったにもかかわらず、ETA による犯行だとの誤った発表をしたこと、またイラク派兵に反対する市民のデモをテロと関連づけて批判するなど有権者の不信を買い、イラク鉄兵を公約に掲げた社会労働党に政権を奪還された。2008年10月22日、それまでナバーラ州内で協力関係にあったナバーラ住民連合が再結成された。 2011年総選挙では、欧州危機を背景に過半数を制し、7年ぶりに政権奪回を果たした。汚職疑惑に抗議して、国民党本部前で起こった市民でも2013年1月、党首マリアーノ・ラホイ・ブレイを含む国民党幹部の汚職疑惑が報じられた。企業献金のうち、建設業界から不正な支払いが、 ラホイ首相など国民党幹部に支払われていたというもので、ラホイには11年にわたって年間25,200ユーロが支払われていたとされる。ラホイは不正を否定しているが、野党は政治家の信頼回復のために首相に辞任を要求している。国民の間では抗議デモが起きている。2014年12月18日、 マドリード市内の国民党本部ビルにガスボンベを積んだ、車が突入したが、爆発には至らず死傷者も生じなかった。犯人は事業に失敗した市民と報じられている。2015年12月10日の総選挙では、得票率28.7%で123議席を獲得し、第一党を堅持したものの、創設以来最低の議席数にとどまった。 2019年4月28日の総選挙では、離党者が結成したボックス躍進の割を食い、66議席と過去最低の議席数に落ち込んだ。その後、すべての党が連立政権の樹立に失敗し、同年11月10日に行われた再選挙では88議席と議席増加に成功した。国民党は、すべての自治州都に自治都市に、 地方支部組織を持ち、現在17自治州のうち11自治州と2自治都市で、政府与党の座にある。ありがとうございます。